どうもたくあんボーイです。こんにちは。本日は夫婦を超えてゆけ11日目です、早速やっていきたいと思います。今ね、髭を剃ったところなので化粧水と乳液をつけていきたいと思います。つけていきたいと思います。なんか鼻のね、このど真ん中のなんかニキビかわかんないですけど傷があるんですよ。朝起きたらなんか寝てる間に誰かがここにグサッってなんか注射打たれたみたいな感じなんで、ちょっと数日後ゾンビとかになってたらごめんなさいね。ちょっと順番変えましたね、ファンデーションを塗っていきたいと思います。でこちらですね、コンシーラーの色ね、この黄色使ってたんですけども、まあ僕の肌が白いのでもうちょい暗めな、やっぱねこの真ん中を使っていこうかなと思います。セザンヌのアイブロウですね。ちょっと太いかもしんないですけど、まあハイライター塗っていきたいと思います。でですね、続いてがそれで、今回はですね新アイテム登場でございますけども、こちらでございます、アイシャドウパレット、これを今回購入してきました。ちょっと勉強をしたんですけども、付け方がねちょっと難しいので一個一個やっていこうかなと思っております。中間カラーを黒目の上につけて、目尻、中間カラーこれかな、黒目の上に塗って、で次がディープカラーを目の際に、目尻から1ミリ離して引く、このディープカラーを目の際に塗っていきたいと思います。目の際にってことは、かぶせちゃっていいのかな？行くぞ！どんどん行くぞ！まつげのすぐ上をアイライナー、いつものアイライナー使っていきます。2番目に暗いシャドウカラーを指に取る。黒目の内側をポン。鼻筋にもポン。この2番目に暗い色なんで、これですね。これ最初に使ったな、これもしかしたら中間カラーこれだった、つけていきます。次は涙袋ね、涙袋を作るということで、遠い目をしてぷっくりしたところにハイライトカラー、この一番明るいハイライトカラーをこの遠い目をした時のぷっくりした部分に塗っていく。遠い目、シェドウカラーを綿棒で目頭から黒目の下あたりから薄く、どういうこと？薄くね、薄く。果たしてこれで合っているのかわかんない。今回ですね、アイシャドウを取り入れまして新しくメイク挑戦してみました。なんかすごく下手くそなメイクなので、アイシャドウがねちょっとうまいこと言ってないのでね。明日からもっと練習していきたいと思います。 BTS 目指して頑張るぞ。それではいつもご視聴ありがとうございます。本日はこちらで終わりたいと思います。シェイシャンついてもいいと思います。よいしょ。